2023年の大晦日、雷神4 5で激突した平本ハスとヤーマン。感情をむき出しにして退治した二人は、傷だらけの顔で何を語ったのか。激しい舌戦と殴り合い、そして朝倉未来をめぐる因縁。試合を終えた両者の思いに迫った。全2回の2回目、平本連編、シャープ1、ヤーマン編、も読む、衝撃写真、平本ハスの剣がヤーマンの顔面にめり込み、 流血シーンもあった激闘の決定的瞬間。傷だらけの平本、顔を4針塗ったヤーマン、試合後の両者の姿も見る、全60枚。善人、にも、悪人、にもなる男。よほど悔しかったのだろう。判定負けを告げられた直後、ヤーマンはリング上で泣き崩れた。四つん這いの状態からしばらく立ち上がれそうもない。 どれほどの思いでこの一戦に臨んでいたのかを証明するようなシーンだった。2023年12月31日、雷神4号で行われた平本ハストヤーマンの大一番。失意の対戦相手の背後から近づいた平本は背中を叩きながらこう声をかけたという。俺の勝ち、実際はどうだったのか、真偽は定かではない。 試合前に罵のり合いを繰り広げた両者だったが、蹴りがついても絶戦はついて回った。とはいえ、平本にすれば敗者に鞭を打つような気持ちはさらさらなかった。試合後、インタビュールームでの質問で慰めの言葉ではなかったのかと突っ込まれると、平本は、まあ、はい、と答え、もう終わったらノーサイドなので、と締めくくった。いかにも平本らしい、ノーサイド、ではないか。 その前にヤーマンがインタビューに応じ、敗因について自分の心の弱さと語っていたことを告げられると、平本はそんなことないからと初めて対戦相手をかばった。胸張って頑張れよって感じです。気持ちは強かったよ。善人なのか悪人なのか。それとも時と場合に応じてそのどちらにもなるのか。 現在の平本は完全超悪的なスケールには収まらないファイターだろう。いや、プロレスラーではないのだから、本来格闘家にベビーフェイスやヒールといった区分けは必要ないはずだ。格闘家イコール貧困法制であるべし、というステレオタイプな見方は、もはや前時代の異物なのだろうか。真ン前に行われた本計量はクリアしており、試合をするのに問題はなかった。 その代わり、平本は SNS で最後の決意表明を行った。ヤーマン明日リングで会おう、公開計量に出席したヤーマンが、平本は、ビビって来られなかった、と発言すると、それに呼応するかのように、平本は再び SNS で、ビビっていけなかった、と投稿する余裕すら見せた。朝倉未来に強烈アピール、俺が普通にぶっ飛ばしたわ。その裏で、 平本はヤーマンの発言から気持ちの揺れ具合をしっかりと分析していた。試合前、ヤーマンは、俺に触れたら必ず後悔することになる、と言っていたじゃないですか。ブラップリングに自信がない現れだと思いました。相当組まれるのが嫌なんだろうなと予想できたので、組み合えば、削って寝技で上を取れると思いました。 スタンドでの両者の攻防は少なくとも第三者の目にはスリリングなものに映ったが、自分のボクシング技術に自信を持つ平本は打たせずに打つ展開に自信満々だった。打ち合いになったら危ないだろうと言われていたけど、どう考えてもお互いのパンチが届く距離になっても、ヤーマンのパンチを避ける自信があった。打ち合いになったら、打ち合いたかった、組み合う展開になったら、対戦相手とのグラップリング技術の差を体感できた。 ヤーマンはロープやオープンフィンガーグローブを掴んできたので、組み慣れていないと思ったので安心して試合を運ぶことができた。初めて自分から寝かしに行って、すごく楽しかった。ニアールにグラウンドで上を取った時も、相手の力感はグラップリングができない人のそれだったので、ボア削っていくだけでいいと思いました。50%の力で試合をしようと思い、その通り冷静にやれたことは良かった。 スタンドの攻防について言及する際には、多分朝倉未来にはないボクシング技術を見せられた、と対戦を熱望する朝倉を意識した発言もあった。試合後、マイクを握った平本は観戦していた朝倉に向けて、こんな発言をしている。朝倉未来、お前がぶっ飛ばされるから、俺が普通にぶっ飛ばしたわ、これまで朝倉との関係は最悪だった。平本のカミングアウトによって、 因縁なき一騎打ちは実現するのかそれとも試合前になれば平本はいつも通り黒いバラを咲かせ続けるのかこの花には永遠の愛と共に死ぬまで憎むという花言葉がある。より小さいヤーマン編と合わせてお読みくださいより大きい。